外来にしようかな。家のことを思い出してたの。うん、私の家はリンゴ農家なんだ。最近はちょっと不作続きだったんだけどね。でも垂れるリンゴはとっても美味しくて、あの木を見てたら今年の出来はどうなのかな、収穫のお手伝いしたいなーって。はい、蜜がぎゅーっと詰まっていてとっても甘いんですよ。そのまま食べてもお菓子に使ってもお料理に入れてもすっごく美味しいんです。ビウスのリンゴも美味しいよ。はい、とっても美味しいです。見た目も綺麗だし。でもコルセータのリンゴだって負けてないんですよ。うんうん、ペパーミントちゃんにもぜひ食べてほしいな。でもそのためにはまず元の世界に帰る方法を見つけないとですよね。ありがとうございます。その時には自慢のリンゴのタルトをご馳走しますね。クエストクリアです。リンゴの話をしてたらコルセートのリンゴが恋しくなっちゃった。食べたいな。みんなもう収穫してるかな。うわっ、ペパーミントちゃん、ごめんね、気がつかなくて。
ですか？エスカのためなら。そんな怪我したら大変ですよ。そうですね。また今度で。すみません。皆さんに気を使わせちゃって。私でも違う世界でも美味しいリンゴを食べられて、皆さんが素敵なお菓子で励ましてくれて、これってとっても幸せなことですよね。皆さんありがとうございます。あ、ところでおかわりって
ってありますか？もう、私そんなに食いしん坊じゃないですよ。このタルトが美味しいのがいけないんです。次の課題は魔物を倒してレポートにまとめることか。自分でやらないといけないんですよね、レポート。これならよーし、早速倒しちゃいましょう。皆さん、怪我には気をつけてくださいね。
仕事でも書類の不備が多くて再提出ばっかりでした。私の場合は錬金術を生かしてちょこちょことお手伝いをしていたんです。それで皆さんに錬金術の腕を認めてもらえて、そのまま正式な役人になりました。クエストクリアです。